次何締めてんの。あ、では、まもなく、いきます。はい、ちゃんとした番組が始まります。FM ギノワンお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後5時回りました。ギノワン市キユナギノワンヒルズ通りの高台にスタジオございます。 FM ギノワンよりお届けいたします。夕方5時の帯番組サザンブリーズ、お相手は私東克明でございます。そして今日はまあですね、スペシャル番組となっております。はい、前の時間のアツコン知らない世界からの2時間ぶち抜きスペシャル放送となってまーす。それではお一方ずつ自己紹介よろしくお願いします。はい、私からでいいですか。はい、お願いします。宜野湾市でですね、横浜 DeNA ベイスターズを応援している男でございます、はい、高橋と申します。はい、高橋さん、よろしくお願いします。はい、さあ、そしてはい、浦添から来ました、浦添市観光協会の今村と申します。よろしくお願いします。お願いします。さあ、続いて、はい、沖縄市観光物産振興協会の山田と申します。実は自宅は横浜です。おお。ありがとうございます。さあ、そして最後ははい、FM ギノワンゆみもいます。よろしくお願いいたします。はい、そして実は、はい、実ははい、ギノワンからギノワンにいながらいながら第43代ミスハイビスカスです。よろしくお願いします。失敗ね。なんかね、言ったでしょ、なんかこの番組がスタートがこうやってラジオらしいでしょ。さっきの1時間がなんか違いますよ。なんかウォーミングアップみたいな感じで、そうです、ね、さあこれから本番です。そんなことない。いや、もう今日はもうだから本当これだけ豪華の方々来ていただいてるんで、僕ね、もうさっきの時間本当喋る隙間がなかったんですよ。もう聞いてるだけで楽しいっていうなんか変な感じになっちゃったんですけども、まあ松岡君は、はい、あれだもんね、今言わなかったけど日本ハムファイターズが地元なんだよね。そうです、そうです、はい、名護出身ということで、うん、まあ今日はね、まあ、もちろんやっぱり FM ギノワンさんってこういう番組やらせてもらってますんで、あの DeNA ベイスターズの情報とかも発信しているんですけども、今日はちょっとあえて自分の出身の名護市の、いや、それでいいと思います、はい、うん、日本ハムをちょっと主観として、はい、お話しできればなというふうに思っております。何もね、基地移設だけが名護とギノワンのつながりじゃないかな。その番組でね、そうっすよ、全県民に行ったらいいよ本当に、うん、僕はもう本当ギノワンと名護で今架け橋ですから。両局やってますから、うん、FM ギャラバルと、はい、さあ、そんな皆さんをお迎えして、まあちょっとね、これだけ、まあ、ツイキャスでご覧の皆さんはねもう分かってると思うんですけども、はい、皆さんもうね、あのバッチシと、うん、皆さんそれぞれのキャンプ地のプロ野球のユニフォーム着て、来ておりますので、ちょっと今日はもうこの1時間はそれもプロ野球談義ということになるかなと。嬉しいね、思っております。こんな時代が来ると思わんかったよ。ねえ、いいですね。だって一昔前ベイスターズのファンって言ったら笑われたからね。いや本当だって、いや本当よ、マジで。で、あの応援グッズで僕、うん、はい、あの目指せ日本一っていう応援、あの旗作ったんですよ、はい、あのどのタイミングで出したらいいのかなと思って2年ぐらい温めたよ。で、A クラスに初めて入った時に、うん、その翌年から片身の狭い思いでした。いやいや、もう最後でございます。いや、それはもう広島さんも一緒よ。そうですよね、暗黒の時代が ねもうたっぷりと、もうそれはもうたくさん喋りたいことも満載となっておりますので、皆さんぜひぜひ、この1時間もですね、まあ、あの正直もう冒頭に言っておきますよ、野球知らない人は置いていきます。おそらく。いや、そんなことない。野球知らない人に野球の楽しさを知ってもらう喋りをするのが浦添の今村さん。素晴らしい。言うから。まあまあ、そのまま、まあ、知らなかなかちょっと、知識がまだちょっと浅いなっていう代表で由美さんいますよね。OK です。気になったことあったの皆さんも質問してもらえたら、はい、バンバン質問します、はい、じゃないと多分どんどん進むと思うんで、それいいかもしれない、うん、
ね、知らないとバンバン聞いて。オッケーです。で、あの山田さんに聞いたらいいよ、あのキャラクターの名前とか。どっちかというとあのカープ女子専門なんで、ね。女子専門。そうそうそう、了解です。なんとか女子の走りだからね、カープが。そうですよね。ね、うん、はい、まあそんなもういろんな話を、皆さん伺っていきたいと思っておりますので、1時間どうぞお付き合いくださいませ。よろしくお願いします。はい、素晴らしい。ラジオだな、ラジオらしいわ。いや今日はね、本当はね、もうたっぷりもうね、いつもこうメッセージテーマいただいて、みんなでいろいろこうフリートークするんですけども、はい、今日はもうそんな時間多分ないです。みんなとワイワイ喋っていきますんで、よろしくお願いいたします。はい、まあ、メッセージはもちろんね、受け付けておりますよ。よろしくお願いいたします。メールアドレスは、797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。FM ギノワンでは電波の他にツイキャス、YouTube ライブの映像配信も行っております。こちらもぜひご覧になっていただきまして、コメント、メッセージお待ちしております。さらに FM ギノワンでは、サイマル放送というのも行っておりまして、こちらはですね、パソコンやスマホから聞いていただきますと、リスンラジオ、リスンラジオのアプリクリックしてもらいまして、FM ギノワンのチャンネルを再生押すと、なんとラジオと同じ音源でお楽しみいただけますので、そちらも同時にお楽しみくださいませ。よろしくお願いいたします。よくしゃなんかちゃんとされてますね。そうですよ。さすが、さすがですね。もちろんですよ。だから僕いつもやりにくいんですよ。もちろんですよ。本当に。ということで、まあ、今日はずっとね、1時間こんな感じで進んでいくと思いますけども、楽しんでいただければと思います。メッセージお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、では早速まず CM からいきましょう。ありがとうございます。 CM やらないで、来週は CM だけずっと流してる。もういいや、1時間の CM いいわ。来週はとにかく1時間 CM だけ。翌週はもう芝居っぱなしで。いや、いいな、ナイスリードだな。いやもう、委ねるよ。球場付近で一番いいのはやっぱ横浜ですよ。横浜球場は素敵。なぜこれがオンエアの時に。スイキャスの人たちが。でもね、いやでも横浜もちろん出身だから横浜のことよく知ってると思うんですけど、いいですよね。いいです。本当いいです。なんか垢抜けてる。まあいいです。どういうふうにいい感じですか。ですね、夏まあ、公園の中にあるんですね、まず。公園の中にあって駅から歩けて。はい、で中華街まで歩けて、その公園が、まあ、公園なんで入場無料で、そこでビアボールをやってるんですよ、ビアガーデン。で、野球の観戦がわーって聞いてる中で、横でビールを飲む。最高っすね。広島ファンの中で聞いてますか、今。広島の準局長が今。本当横浜最高。まあ、僕の時もね、やっぱり広島の方でもね、あのバーベキューやってみたいです。あそこめっちゃいいですよ。全勝さんのところですね。めっちゃいい。今まだオンじゃ。まだじゃ、まだです。まだ今 CM 中です。CM 来たいな。まだ来てない。ちょっと待ってください。もうこの CM でこれで終わるんで。もうちょっとお待ちください。なんかでも夢だな。夢だったよ。こうやって野球談義ができる。いやもうここに。プシュッいいですね。そうだったら大体準備するんでしょ。サウズンブリッジ。セーブの緑の中遊園地もある。セーブ。サザンブリーズ木曜日をお届けしております。今日はもうスペシャルバージョンでお届けしておりますよ。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速まずですね、リスナーの皆様のちょっとメッセージいただいておりますので、はい、紹介していきましょうか、はい、まずはこちら大塚健二さん、ありがとうございます。こんにちは。ベイスターズキャンプを、まあ、東さんと一緒に見に行ったと、その一緒にね、見に行かせていただいたんですけども、行った時にすぐに筒香さんが横を通ったのは興奮してましたねって。いや、それがすごかったんですよ。ほんとすごいタイミングで見に行って、ちょうど歩いてって、バックスタンドの方から入ろうとする時に、ちょうど球場の中から筒香が出てきて、おで、そしたらその後ろに宮崎、ロペス、外っていうね、4人がドドドドって出てきたんですよ。
もう満足って思っちゃった、ね、お腹いっぱいですよね、至近距離でこんなもう重い重いって言って、ロペスだったら本当にやられていいって言ってるんで、ずっと少々の痛みだったらずーっともう我慢するよって言って、いや羨ましいよ。俺もう見に行くんだけど、見るたんびに目合うんだよね、ロペスを絶対俺見てるわけ。くどかれてますね、完全に目で落とされてますね。そしてメッセージいただいたのが、あとお月様ありがとうございます、こんにちは。そして、シュプリームさんも、はい、やっぱりサザンブリーズはちゃんとサザンブリーズでするんですね。一応ちゃんとそこをしてさせていただいております。シュプリームさんが昨日のゲストが、あの中村監督と中曽根君って、あの、人魚に会えた日、会う日、あの中学生の映画の方で、はい、が昨日ゲストだったんですよ。はい、はい、とはあのごめん、ね、すごいフレッシュさがないゲストさんですね。うん、いやもうこれもう濃密ですよ、うん、本当に。で雨男レイニーさんはこんにちは、草野球で横浜スタジアムでの試合で記念に4番を打ったカープファンです。おへえ、草野球で横浜スタジアムで試合したんですね。はでカープファン。でカープファン。は結構簡単にできるんですかね、そういったの。そうなんですよ ね、 そうですよね。僕あの草野球で ね僕でも関西に住んでたことがあるんですけど、はい、僕の友人はあの大阪ドームで草野球普通にやってましたよ。借りてお金出し合って。僕実は実家っていうか生まれが難波なんですね。はい、あ、そうなんですか。大阪球場が、あそこで僕流しそうめんしましたよ。あの観客いないんで。難波で生まれて横浜で育って今沖縄に。大阪球場。懐かしいでしょ。いいですね。今住宅転住になってますけどね。またディープな話ですけど、そういうのいいね。ね、今はない球場の話ですから。あ、なるほど。そして、こちら、メールでもいただいておりますね。はい、こちらラジオネーム進撃のめいちゃんさんでありがとうございます。東さん生放送お疲れ様ですということで、ありがたいですね、ちゃんと今週のメッセージテーマのメールをいただいてくれて、既得な方ですね。そう、いやいや、もう本当ヘビーリスナーさんでいただいてるんで、ありがとうございます。一応読ませていただきますね。今週のメッセージテーマがね、あのおごりおごられって話だったんですよ。おごったことありますか、おごられたこと何がありますかみたいな話だったんですけど、おごられたい、少しだけでもおごられたいです。高級寿司屋さんに行ってみたい気持ちはあるけど、デートでここ行こうって言われたらお金が一気に吹っ飛ぶんだろうなと思っておりますみたいな言い方ですよね。おごりおごられってなんかいいけど、俺からすると貸しとか貸し借りだからね。出してやったみたいな。貸し借り、お前にはこんだけ貸したんだからこんだけ返せよみたいな。めいちゃんさんありがとうございます。そしてまた、あ、続きでちょっとね、雨男レイニーさんが先ほどの話題でハマスタと千葉マリンはお手頃価格で球場使用できますよ。最近どうなんだろうな。前は確かね、あのあれなんですよ、最近チケット取りづらくなって、はいはいはい、だからなかなか難しいんじゃないかな。はい、まあ、どこの球場でもそうだと思うんですよね。いろいろありますね。はい、皆さんメッセージありがとうございます。さあということで、今週というか、まあ、今日のですね、サザンブリーズは、まあ、プロ野球談義の回となっております。はい、さっき、はい、山田さんがちょっと言ってオンエア中じゃなかったんで。そうですね、CM 中にね。山田さんなんか言ってよ、なんか横浜出身なんですよね。あの自宅が横浜でなんですよね。はい、あの単身赴任で沖縄来てるんですよね。単身移住ですね。はい、単身移住。素晴らしいご家族をお持ちで。あらら、理解する。横浜スタジアム近辺のなんかいい話してたじゃないですか、さっき。それちょっと言ってください。すごい、オンエアでは言わない。CM 中でしか言わない。でもね、真面目に言うと、横浜球場はもう最高だと思います。あの公園、横浜公園の中に球場が入ってて、はい、で東北圏内に中華街があって、で駅からも歩けますし、はい、で夏場は実は公園なんで無料で入れて、でそこでビアガーデンやってるんですよ。でわーっと野球の歓声が上がってる中で、あのみんなでビール飲んでる。だからあの居酒屋行ってもいいんですけど、居酒屋的な感覚で、野球の観戦を聞きながらビールを飲むって素敵じゃないですか。素敵、いいな、素敵、いいな、行きたいな。聞いた、全国の広島から。聞いた、評価もいいんですよ。はい、もうでもあの広島球場の方ももう駅からすぐ近いですもんね。そうです、駅から歩
くとですね、だいたい15分ぐらい歩くんですけれども、ね、そこのまでの道がね結構いいんですよ。もうそう、カープの選手の写真がずっと貼ってる。そうそうですね。そこでもう物をいっぱい買って、ユニフォームとか買って応援に行くっていう、その心の準備、そうですよね、みたいなものができて、あの城下町構想で、要するにお城とか観光地行くじゃない、それをそのお城の下に駐車場があれば一番便利なんだけど、そうじゃないとか結構離れたとかあって、そこを城下町をあのおせんべい屋さんだったりお茶屋さんだったりそうやって売っててし、お土産とか普通だったら絶対買わないお土産とかも買っていくんだよね、はい、そういった心理は絶対でも それだけ楽しいもん、何もないところ、例えばさ、名前なんだっけ、沖縄市の観光大使、あなたのかなさん、名前なんだっけ、なんとかさん、なんとかさんが、なんとかさん、あのミス、あ違うわ、ブーゲンベリーじゃなくてハイビスカス、考えてごらん、例えばさ1キロを走る、はい、ジョギングするのに、はい、400メートルトラックを2周半するのと、1キロ街並みを走るのって全然違うの、そうですね、42.195 キロのマラソンがあるじゃない、うんうん、あれもしトラックでやったら絶対無理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 せない、持たない持たない、精神おかしくない、そう、うんうん、そんな感じですよね、うんうん、ちょっといい、はい、さっきせっかく褒めてくれたから、うん、横浜、はい、なんだけど横浜の街並みってやっぱ綺麗なんですよ。そうですね。そこ連れて横浜だけの独自のあって、横浜市が、横浜緑税っていうのがあるんですよ。はいはい、緑税っていうのがあって、横浜に住む納税対象者は、はい、おじいちゃんまで、すべて、年間900円を納めてるわけですよ。年間900円、月にして60円ぐらいかな。そんなもんかな。に、なるんですけど。でそれが、じゃあこの900円が何になるのって言ったら、うん、横浜市の、まあ、緑税なんで緑を植えたりその手入れしたり木買ったりなったりしたりっていうその整備費に充てられてるわけ、うん、で税金他の税金から投入しないで横浜緑税というからやるだから横浜市内に入ると一気にあれちょっと違うなって雰囲気が違うなっていうことがあるんです、例えば街路樹だったり、はい、路側帯に生えてる草もピシッとやられてるわけよ。そうすると何が起こるかっていうと自分の町の資産価値が上がるわけよ、綺麗な町になるわけ、綺麗な町なんでやっぱり価値がどんどん上がっていくわけよ、自分の町の価値が上がるんで年間900円なんか何でもないんだよね、面白いですね、それを、まあ、沖縄もね県全体でなんか取り入れられたらなって、そうですね、まあ、思いますね、横浜だからその辺なんですよ、俺横浜住みたいもん。ギノワあれあれ？いや山田さんの家族のもとにホームステイしたい。ギノワ一歩外出たら気持ち悪くなるでしょ。気持ち悪くなるって言ってね。ワープする。ワープする。雨男レディーさんがハマスタ行くときは横浜中華街の江戸清で肉まんを買ってから行きますと。いいすね、江戸清、何知ってんの？どうすかそれ。いやいや江戸清ってで有名な肉まん、豚まん、豚まんがあるんですよ。そこのそこの2代目、要するに娘さんがいるんですけど、娘さんの旦那、知念さんっていう沖縄の人、そうなんですよ、具志川出身の人で、そうなんですよ、すごい、で、その彼と僕より2個ぐらい上なのかな、先輩なんだけども、菅原文太になんですけど、かわいいかつい顔してるんですけど、じゃあ今度送るわっつって豚まん送るわっつって、はい、それまで江戸生知らなかったんですよ、豚まん送るわって家に冷凍が送ってやったらバーって、江戸生？江戸生だよって、で電池でチンしてもらったらめっちゃうまいわけよ、俺その日からその知念さんに優しくしてるいいなぁ食べたいよ、いやいや絶対今聞いてるから、うん、あの人今横浜で聞いてるから、あ本当ですか、聞いてる、知念さんみんな豚まん好き全員好きで大好きでーす全員好きでーす、お待たーい、お待ちしてまーすお待ちしてまーすそしてもう一方メッセージがいただいたのが函館マウンテンさん、今日も来ていただいてますもんね、マウンテンさんは時代は名護、ポークビッツ食べて日ハム応援するべいや ありがとうございます、嬉しいな、いやそれもあるし、あと今日ね今村さん浦添から来てるんですけど、はい、僕今村さん羨ましいなっていうのがヤクルトワンの羨ましいなっていうのがあって、はい、まあ、選手は必ず言うのは、はいはい、ヤクルトと試合すると、うん、
三塁側ベンチ、要するに相手チームの冷蔵庫を開けても、うん、タフマンがずっと入ってるらしい。タフマンベンチね、ベンチね、はい、はい、野球選手は例えば、うん、あのベイスターズの、うん、カープでも、対戦相手のところも開けると とにかくタフマン飲み放題で、選手がガンガン飲んで、で亡くなる頃にまたわーって、とにかくすぐ補充室、はい、タフマンどんだけ飲むかって、はい、いやいや、だからすごいでしょって、うん、もうあいいなと思うし、うんうん、あとヤクルトファン、うん、雨に濡れないのよ。そうですね、これですね、必ず傘持ってるから、そう今日持ってこうと思ったんですけどね、ちょっと傘張るかなと思って。うまいな、うまいな。お前そんなパラソル、あ、全然合わない。いやだけどあのいいよ、やりますね。本当に本当にいつもあのヤクルトスワローズとの試合も僕見に行ったんですけど、うん、ちっちゃい子供用のパラソルとかもあるんだよね、東京のね。そうなんだ。あれ絶対にあの東京温度ほど各地方で歌われてるものはないと思うよ。踊るな東京温度を福岡で何回も確かにやってますもんね。入るたんびにないと思うよ。すごい。そういうと筒香もそうなんだけどね、筒香の応援歌に、はい、横浜の空高くホームランかとばせ筒香、これ横浜スタジアムだったらおおと思うんだけど、これドームに行っても言うからね、横浜の空、違うけど。いや、空でも空は一緒なんで、あ、なんかかっこいいな。海は空がつながってるから、心は一つ、県民の心も一つ。あのイエスかノーかだけじゃないんだよ。そうですよ。それあの2つ前の番組多分お話しされてたような感じだと思うんで、さっきね、はいはい、ちょっともともとちょっと爽やかな感じで、はい、そうですね。なんかさっきの番組重いもんね。そんなことはないですよ、ね、重要なお話をされてるんですよ。なんとも言えない。名護出身だし。あ、はい、野球の話、野球の話でいきましょうよ。はい、で今回だからそれぞれね、まあ、日本ハム、ベイスターズ、スワローズ、カープと、まあね、集まりましたけども、まあ、先ほどの時間は結構このあの、結構なんていうんですか、観光面に関するお話、ね、そのキャンプにで来ることによっての影響であったりとかっていういろいろお話しましたけども、この時間はもしよかったらやっぱそれぞれのまたチームの話、まあ、ちょっとファンとしてのちょっとお話ししていただければなと思うんですけども、はい、今シーズン、まあ、皆さんそれぞれ、まあ、もちろん決まってると思うんですけども、まあ、ペナントレースの順位予想なんてしてみたらどうかなって思ってるんですけども、いいですね、いかがでしょうか。あの自分のチーム1位っていうのは もちろんなんで、まあもちろんなんですよね。 A クラスの3チーム言おうか。そうですね、最下位は言わないで、1位2位3位そうですね、あ、これもうぶっちゃけ言う、ここに誰がいるかっていう、そう本当に言わないでね、はい、言わないで。僕から、じゃあいいですよ、東くんから言っていいですか。僕から言っていいですか。名護からね、もうぶっちゃけ、まあ、じゃあまあ、どうしましょう。じゃあまあ皆さん参加できます、セリーグでね、行きましょうかね、A クラスの3チーム、僕はね、正直に、本当正直に言いますよ、正直に、カープ、ベイスターズ、ジャイアンツ、この3チームです。なるほど、はい、僕は、まあ、ベイスターズ、はい、もちろんそうなんですけどカープだと思うんですよ、はい、でその次に一緒なんだよな、ジャイアンツ。いや戦力見るとどうしてもね、やっぱどうしても、どうしても戦力見るとどうしてもあの、うん、このジャイアンツの今回の取り方、はい、今日那覇の人いないんで、はい、えぐいひどいぐらいですよね。えぐい、うん、ちょっとあの打線はまた強力ですからね。すごいよね。今だってニュースでもう丸を本当2番に置くかどうかっていうね、そう、あの丸が2番って話になってますもんね、うん、1番吉川、2番丸、3番坂本、4番岡本というなんか、うん、打線でしょ。そうだね、陽大館どこ行ったよ。本当ですよ、うち来いよ。アラブコール、アラブコールが、そしていかがでしょうか。そうですね、まあ、自分は希望的観測も入れて、はい、まあ、ヤクルト、はい、カープ、中日かな。おー、なぜ中日、中日入ってきましたか。自分実は中日ファンなんですよ。わーマジで、ぶっちゃけてるぞ。言っちゃいましたね。はい、今季のワンなんで、はい、面白い。最高ですね。いやでも中日も、はい、いやでもありますよね。そうですね、まあ、ネオ君もね加入して戦力も上がってきてはいるので、はい、また
もう常に A クラスっていうのになるんじゃないかなっていうのは思います。打線も本当強力ですからね。そうですね、いやいいですね。でももちろんあのヤクルトもね、はい、まあもう去年がまあうちにまた打ちまくってましたもんね。そうですね、ヤクルトほどねこの差が日本一になって、これは落差すごかったですよね、はい、ナイアガラ、いや僕らねガコンガコン上がったりとか下がったりとかしますけど、まあ楽しいですね、はい、それはそうですね、はい、はい、でそして、はい、僕はですね、もうセリーグの1、2、3ってあんまり実は気にしてなくてですね。わお、超越してますね。3年連続いただいてるので、まあ、日本1になるかならないかっていうだけしか、すみません、他球団の皆さんには申し訳ないんですけど、興味がないです、僕は。ほんと、誰が読んだよ。すごい。人生ミスですね、これ。でも、もうこういう悔しさがやっぱりあるからね。いや、じゃあもう来年この場所でこの、FM 小座でこの言葉放ってやる。来年やりましょう、やりましょう。来年行きましょう。行きましょう。また、浦添にもあるじゃないですか。はい、FM21、はい、行きましょう、行きましょう。行きましょう。もしかすると僕、土下座してるかもしれない。あんなこと言っちゃいました、みたいな。いやでも確かにやっぱ広島は強いですよ ね、 うですね。あの人なんてことやるんだろう ね、 ね、一応聞いてみますか、うんね、そもそも6チーム言える？あ、言えないです。うまいね、本当言えるんだよ。沖縄市の観光大使で、この番組のパーソナリティで、どういったことで1位、2位、3位っていうのか、ちょっと僕が横にいますからね。そうですね。聞いてみたい。一応聞いてみたい。まあ3チームはいるでしょ、ここに3チームいるのか。確かに、はい、これは言えってことですか。いや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 、いいですよ、別にもう自分のもうぶっちゃけですから。ぶっちゃけ、ゆみさんいかがですか。ぶっちゃけですか。はい、全く予想はつかないんですけど、はい。予想はつかないんですけど、はい、もちろん1位はカープです。あれ？圧がやばい。圧がやばいです。今小江市長も聞いてると思う。ちなみになんですけど、由美さんは今年はこのカープのキャンプは足を運ばれて、はいはい、行って休みの間とかも時間がある限りは行って、あ、そうです、そうです、はい、来ました。素晴らしいな、銀より素晴らしいで。すごい。いやいや、あ、さっきの、そんなじゃあもうカープ女子成り立てのユミさんは、うん、おすすめ、推しの選手いるんですか。推しの選手。突っ込みますね。そうやね。あんま聞きないですよね。推しの選手。推しの選手。推しの…まる、まる、いないじゃないですか。あ、それはわかる。まる、境地行ってるじゃないですか。僕今年はですね、はい、まあ、毎年カープの、キャンプに、はい、広島から行ってるんですけれども、去年はジャイアンツ戦、はい、沖縄市カップっていう、この来週もやりたい。俺もレギュラー化したいみたいな言い方して。やりたい。ぜひミス羽衣も僕と一緒に。もう本当にまあいいでしょう、いけにえとしていいですかね、うんうん、はい、いやすごいな。さっきちらっとお話ししましたけど、うん、はい、お互いのチームを応援しに行きませんか、うん、ね、行きたい、いいでしょうね、レッサーとカープの試合とか、ね、終わった後によくね、あるんですよ、うん、実際ね、はい、球場行って終わった後に例えばじゃあ横浜だったら、うん、横浜の近隣で居酒屋とかなんとかっていうの、うん、はい、やっぱり横浜なんで地元ホームなんで横浜の人だけかなと思うじゃない。嫌だでしょって。僕らが例えば阪神甲子園球場行って、阪神ファンの中にワンって入るの嫌じゃないって、そんなことない。試合終わったら試合終わったでみんな一緒になってね、そうなんですか、相手チームのユニフォームやったらわーって一緒に野球談義してる。へー、そうなんですか、ね、そこなんですよ。だからいがみ合ってるとかって全くないから。そうなんですね、はい、かなり前そのサッカーのサポーター同士でちょっと居酒屋があったりしましたね、はい、そこはでも全然なくて。そうなんだ。で特にこの沖縄で、まあ、わざわざキャンプに見に行っていただいてるっていうのを言うと、結構マジ、ま、チャンプルになってますね、はい、まあ、確かにみんなでなんか茶館で全然違うチーム同士が飲んでて、面白い、面白いでしょ。そうそう、バチバチだと思ってました。だって僕の今最たるもんよ。あ、そっか。そうですね、間違いないですよね、はい、こうやって集まるね。この後どこのお姉ちゃんのお店行こうか。もうそれしかない。いやいや、あのね、この話で
水を差すわけじゃないんだけど、はいはい、やっぱり一部、うん、一部いるわけですよ、うんうん、僕これちょっとイラッとして後にスカッとしたのがあって、本当にスカッとジャパンみたいな感じで、僕嫁と一緒にですね、はい、ある、まあ、チーム名言うんだけど、はい、あるチームのところに、まあ、ビジターだったんですよ、はい、ベイスターズがそこのチームに行く、はい、だったんですよ。だから 本拠地が向こうなんで、はい、敵地なんで、うん、結構でもその中でもう入ってもやっぱり僕はベイスターズのユニフォーム着てて、やっぱりちらほら、こっちはもう三塁側はベイスターズカラーなんですけども、やっぱりちらほらいるわけですよ、はい、でその中でも皆さん楽しく和気あいあいと応援してて、ルールを守ってね、お互いを尊敬し合い尊重しながらこうやってやったんだけど、3人組だったか4人組で忘れてたけど、和解をその敵地のファンがガー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 後ろでうるさいわけよ。あー、なるほど、うるさいのよ。だったらまあまあ、ルールっていうか、まあ、うちの攻撃中は、うん、うちが応援する、まあ、そう言わないですね。でそう関係なくわーわーって、まあ、それだけじゃなくて身体的なことも言ったり、うん、例えば、はい、まあ、黒人選手にそれを侮辱するような、はいはい、ガーって言ったり、はい、でエラーしたらなんだバーカみたいな、こんな感じで言ったら、もうめっちゃイライラしてきて、はい、で自分ちょっと飲み物買ってくるわって言って、はい、買いに行った時に帰ってくる時わーわーわー騒いでたんで、うん、僕もちょっと酒入ってたんで、うん、注意したわけ、はいはい、お兄さんって言う、分かるけどもっと気持ちよく応援したらなんだよみたいなこと言ったわけよ、はい、そしたら周りにいる、うん、その敵地のチームのファンが、うん、つまみ出して、うん、そうだよお前なんか何々どのチームのファンじゃねえんだよお前出ていけみたいな感じでみんなで掴んで、素晴らしい、スカットジャパンだよ。いやー、すごい、あれは気持ちいい。涙出るよ。もう、このお兄さんなんかに、もう俺が怒るな。もうそんな感じだったよ。だから一部いるけど、やっぱりそうじゃないんですよ。はい、うそうですよね。同じファンとしても、いや、それやめてよっていうのはやっぱりいるわけよ。そうですね。楽しかったな。で逆に好きになったね、そのチームも。いいですね。でもそれ言うとですね、大昔の大阪球場とかですね、はいはいはい、もう広島市民球場の本当ひどい球場で、まあ基本的に人が入ってないので、そうです。昔はヤジが全部聞こえるんですよ。らしいですね。でも選手に、そう選手が球場中に響くぐらい、そう本当に、そう本当に。でもだんだんその野球の試合が、はい、カープ女子だ、ベイスターズ女子だ、援助だみたいなところが出てきたり、だんだんその、見に行く人のマナーがだんだんできてきたので、野球の成長とともに、うん、なんかファンの成長みたいなのが、なんかできてきたなって感じしますね。なんかこのファンになるという人たちってもちろん球団が好きな方々いるじゃないですか、うんうん、でやっぱ自分たちがダメな行動をすると、うん、その球団の評価が下がるから、はいはいはい、気持ちになりますよね、はい、さっきありましたよね、サッカーで、うん、球団にペナルティーが課されて、はいはい、そうですよね、はい、うん、そういうのありますよね、うん、だからよく試合後にそのチームのファンの人たちがこうゴミ拾いしたりとか、はいはい、でそういった行動をして、ね、このみんなファンのこの、うん、なんていうんですか、日本代表のサッカーの選手の試合後のロッカーって、うん、結構ネットで流れてて、そうですよね、こんなに綺麗に使う日本って素晴らしいみたいな、うんうん、そうそうそうか、かっこ出ましたね、でそれがあるからサポーターもみんなまた球場をゴミ拾ってっていうのでね、やってましたもんね、なんかそういうので、まあ、もちろんそれ球団がね、それぞれみんな好きですけど、みんな、まあ、言ってもみんな野球が好きだから、うん、そうね、そう見てるもんですから、ね、楽しいよ、だって、うん、年間143試合あるんですよ、そうですよね、365日のうちに143回本当に一喜一憂、そうですよね、できるんだよ、うん、だからみんな野球ファンにならんと、うん、損だって、本当143試合でこれが終わってカープさんみたいにね、うん、でそれにまたアドバンテージの試合がついてくるわけよ、はいはい、日本シリーズだった、はい、CS だったり日本シリーズだったり、うん、もうこれが楽しくてだからファンとしては、うん、143試合のうちの半分以上喜べるか、うん、半分以上確かに境目ですよね、そうだけの差で、はい、だから
ま、勝ったらもちろんうわーって言って飲みに行くし、負けたら悔しくて飲みに行くし、はい、結局のもんですからね。経済は俺たちが回してるそうだそうだ、だって143日間お祭りしてるんだよ僕ら、ね、うん、野球ファンからしたらお祭りは毎日、ね、楽しくて楽しくて、もう、はい、もう3月29日がもうお祭りだったね。ねえ、だって普通この143回もあったら、まあ、全然このファンじゃない人からしたら、いや別に1回負けるぐらいいいじゃんって思うかもしれないけど、こっちからしたらおっきな一勝だよ。いや、そうそうそう、で勝ち方負け方ってあるしね。ありますね、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 ありこのチームだけはね負けたくない、このチーこの人こいつだけね打たれたくないっていうのに限って負けるんだよ。あるある、もう本当にもうそうなんだよね。大阪の商店街でですね、はい、まあ、あの阪神の地元なんですけど、うん、野球のシーズンが始まった瞬間にマジック出すんですよ。出しますね、マジック143回、はい、そうそうそう、はいはい、マジックって何ですか、マジックって、マジックってあの、ね、143があるじゃない、はい、あの143っていう試合のうちの143試合勝てば、うん、勝てば、ま、もちろん優勝なんだよ、うん、はいはい、だからのもう開幕から140あと143で減っていくわけ、うん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 、1勝すればあと142とかって、うん、はい、であと相手チームのこともあるんで、うん、残り試合と計算してあと何勝したら優勝ですよっていうのがやるわけよ、うん、はい、143出すってすごいよね。すごいです、3月全勝じゃないですか、マジック20ぐらいで、そうですね、大体ね、早くても8月中旬とか。対象チームってなってマジック対象チームがあって、マジック僕がじゃあベイスターズがトライと争って1位2位を争ってて、うん、で僕が勝ってヤクルトが別で負けると一気に2位減ってる、はい、そ、そんなあれでね、でマジックとかってやって、はい、いやマジック143いいなぁ、いいですよ、いいよ。またその阪神のことで言うと、僕はあの、まあ、大阪にいながらも僕は実はあの甲子園駅のとこに住んでたんですよ、阪神甲子園駅、はいはいはい、だからあの家に住んでて、あの窓開けたらもう球場の声が聞こえてるんですよ、すごい、ジェット風船の音とかも、はいはい、ヒューッて音とか聞こえたりとか、僕はあの西武池袋線沿いの、はい、練馬 の、 練馬、はいはい、の桜台っていうのがある、はいはいはい、僕そこに住んでたんですよ、はい、でちょうどその時に日本シリーズが、はい、西武ライオンズと阪神タイガースだったんですね、はいはい、で僕は、バイト学生しながらバイトしてて帰る電車、うん、一回帰って着替えて池袋で、うん、あのバイトしてたんで、はい、まあ、キャバレー、うん、運ぶでそこか行ったら、うん、もう阪神ファンがガーッ入ってくる。で僕は別に阪神ファンでも西武ファンでもないんで、うん、何でもいいんだけど、うん、兄ちゃんって俺に言うわけよ、はい、兄ちゃんってよ、あもう阪神ファンやろって、あそりゃそうでしょ、もちろんですよ、そりゃそうだもんな、お前 この電車乗ってるもんなって、西武新池袋線って、黄色なのよ、阪神からなのよ、この電車乗ってたらお前阪神ファンやもんな、あそりゃそうだな、そうなった、そう思われるよな、そうそうそうすごいな、すごい、もうな、いやもう本当でも楽しいですね、こうやって野球の話してると楽しい、もう今僕この一塁側のスタンドの上にいるような気分だもん、本当試合を見ちゃいますもんね。あちなみに、はい、こう今一塁側で見てるっていうお話があったじゃないですか、うん、試合とかってどこで見た方が一番いいんですか、はい、どうなの、これも個人個人あるんですか、そう見たい方っていうか、まあ、もちろんまあ、それぞれ の、ね、そのホームゲームによってのですね、その位置が、まあ、あるんですけどね、はい、僕はやっぱり一塁側のあれで、うん、なんか野球をこうやって見たいんですよ、はいはいはい、ただ好きな人はバックネットが好きっていうけど、はいはい、僕はバックネットってなかなかなんか距離感がつかめなくてね、ピッチャーが投げてキャッチャーがもう真後ろ、キャッチャーの真後ろみたいな感じで、うんはいはい、特等席って言われてるんだけど、うんはい、そこってフライが単なるセンターフライがかホームランなのかわからないよね、確かにわかんないです、だからなんかピッチャーの球の速さも横から見たらガーンっていく、あーそうですね、スピード速いですよね、まあいろいろ招待とか受けて、うん、バックネット裏どうぞってめっちゃ、高いですよね、企業が持ってて、はいはい、どうぞってフッカーを悲しいとで育てて、うん、まあ俺はっていうありがたいんだけど、うんうん、実はあそこで見たんだよねあったりするんだよね、あとだから大応援団だったら外野とか、はい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 、ありますもんね、もうあの外野の、ライトスタンド側にいる応援団はもう
命かけてるよね。そう、超本物ですから。そうそうそう、命かけてますね。命かけてる。だって2月のオープン戦なんかにもずっと休み取って、なんでこんなに来れるのって、いや年休このために来るの。年休は取って、で多いんですよ。うん、だからどこ あのヤクルトだって広島だって、はい、あの県外から来てる、広島からとか東京から来てる、はい、なんで来たのって言ったら、ちょうど年度末近いんで、うん、ここに貯めて貯めて、ここで一気に有給使うとか、うん、そこまでして来るからね、うん、皆さん。命かけてますね。命かけてるよ。すごいですね。いや、すごいわ。ファンの熱量はやっぱすごいですよね。それぞれね、うん。いろんな皆さん熱中症されてますからね。でもやっぱり一塁側がいいですね。一塁側。一塁側の僕はだ、うん、あのベンチの上ぐらいで、僕もそうですね。もうすごい、あの、うん、球の音がパチッと音が聞こえるんですね。そうだな。ただ西武球場は違うんだよね。あ、そうなんですか。あのメットライフドームは三塁側がホームなんですよ。あ、そうなんですか。僕並んだんですよ。並んだら西武のばっかりずっとユニフォーム着た応援団ばっかりいて、あれおかしいなと思ってやったら、あれ作り上で、うん、あのやっぱり西武電鉄、西武で、はいはいはい、秩父、あ、ところ、西武球場前が、はいはい、終点なんですよ、はいはい、でその駅に近い方が三塁側なんですよ。なるほど。ホームに近い方が三塁側なんで、ホームが三塁なんですよ。そういう作りなんですか。だから並んでたら、え、違うよなって言われて、そうだよなぁ。へぇ、面白いですね。実際に行かないと本当わかんないですね、うん、そう、はい。でも野球場もどんどん進化してますよね。そうですね。あの先ほどの横浜でもそうですし、はいはい、うん、あの楽天さんなんかの、うん、はい、あれはなんか観覧車とかあるんですね。ちょっとそうですね、はい、観覧車、観覧車、うん、で広島のズームズームスタジオなんかも本当にあの、一周するだけですごく楽しいぐらいの、で、あのドームじゃないんですけれども、ちょっと半ドームになってて、はい、うん、そこをずっと野球を見ながらずっと回れるみたいな。素晴らしい。でですね、あそこの広島球場にはですね、秘密のバーがあって、バーもう秘密じゃないあの一塁側 あのホームランのポールありますよね、うん、はい、あそこの下が実はバーになってる。へえ。だからこう、それがそのままこのポールがそのままバーに入ってて、へえ。でこっち側が、ホームラン、こっちがファールで矢印まである。へえ。これぐらいの覗き窓があって、ここが地面なんですよ。はいはいはい、はい。だからこう地面見ながら、あ、これいいわ。はい、いや、ほんとスカープの球場はいろいろ考えられてますよね。あのメジャーの球場似てるよね。そうですね。本当に似てますよ。だからそういうことで言うと、これからあの僕のまあこの日本ハムファイターズはまた新球場、はい、うん、北海道の方に、あ、ね、ですよね、作る予定だって、今ほとんどボールパーク化しようとしてるところで、本当にアミューズメント化しようとしてるところなんで、今あんだけいい球場あるのにさらに作るって、そうです、新しいですもんね、まだね、もう完全にも新しいところ、あれそのままあれガーッと沖縄に持ってこないんかな、あれ札幌ドームドンってかなりの輸送費かかりますねだってあれひっくり返したら多分浮くでしょ浮きそう浮きそう、仮面でいや、あのだって野球場って野球だけじゃないからね。まあそうですね、まあ本当にサッカーやってなんかあの札幌ドーム、あ、ね、札幌ドームはサッカーがガーッと動きますもんね。開いて芝がガーッと入ってきて、本当だよ、ホームチームです。そうです、そうです、そうです。へぇ、そうなんですか。そうだよ、いろいろ変わるんでしょ。ってすっごいな、もう各球場いろいろ考えて、どうここの皆さんが楽しんでいただけるのかっていうのももう考えてる。もちろんもちろん、野球見る施設だけじゃないですからね。いやー、つきませんね話がこんなね、まさか球場の話だけでずっと喋るっていうのも、いや、球場の話、球場する目みたいなもんだね。どん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 進化していくから。そうです、ね、僕らが話をしようとしてもどん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 球場自体も進化してるから、うん、確かに、もう噛めば噛むほど、カレーですね、最近までチェリーだったんですよ急にその話さくらんぼだったんですね。さくらんぼだったんですけど、それ卒業したんですよ。あら、ご卒業。だから卒業した途端なんか片手風切ってだから俺は男だみたいな成長してるんですね。ちょうどいい感じでテーマ変わったんで CM に行っていただきたいと思います。サウンドブレイク、
先に先に二人の勢いに負けたんです。すいません。おしゃぶりなおじさんだった。すいません。触れずにすいません。まあ、想定の範囲内です。だいたいまだ30、39だって。39です。まだ30代って死んじゃうな。まあ、30… 顔は結構上に見られるので。30、39の時俺、万引きしてたな。それやばいよ。それやばい。いや、逆に39でやってたんですよ。逆に10代じゃない。10代もダメだけど。いやー、めっちゃ楽しい。沖縄もなんか野球球団、いや、ほんと欲しいですよね。いや、ほんと、これ、石垣市長が、中山市長が言ってたんですよ。はい、沖縄の、まあ、作ろうって、だからただこっちだけかなと思ったら、台湾にプロ野球が4つあるんで、あるんですよ。で、この台湾のプロ野球と、アジアゲートウェイっていうことで、キャンプ中に、ロッテがキャンプ中に、台湾のチームを招待する。今年はラミゴモンキーズっていう台湾のチームを招聘して、でそこで2試合、土日戦ってなんですよ。そしたら、何が起こるかって言ったら、台湾から2000名のファンが来るんですよ。2000名のファンが、まあ3泊4日ぐらいで来て、まあ、近いんで、そこでやると、お金も落ちるし、交流もできるんですよ。で、ここで、まあ、プロ野球に NPB に入るのはちょっと難しいかもしれないので、うん、沖縄で2チームぐらい作れば、うん、台湾とかも、いや、そうですよね、6球団でやったらカードも増えるんで、台湾側もう OK なんですよ。4球団しかないんで3カードしか作れないよ、うん、それが2球団増えることでもう5カード作るんで、うん、すごいんですよ。だからこれちょっとな、あのオリオンシーサーズとかね、オリオンもうできないんか、無効になっちゃったから、いやでも本当東京ドームに試合しに行くよりも、でしょ、姉ちゃんいるでしょ、絶対いるって、9分で何分これちょっと僕今、いただきました。さあ、サザンブリーズ木曜日お届けしておりますけども、 CM 中ももう話は尽きないことになっておりますけども、本当もう、結構時間がもうあっという間にね、その次の番組ってどう怒られるんだよ、ちょっとここまでで、僕まででちょっと自由にできるのは、はい、すいません、一応ちょっとまたメッセージいただいておりますので、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、雨男レイディーさんはシーズンの143試合にプラス侍ジャパンも加わりますからね、ということで、そんなもう日本代表のやつもね楽しみですけどね。そして、こちら北海道トランチュさんは阪神最高って、阪神ファンの方も聞いていただいてる、ありがとうございます。シュプリームさん、バックネット裏でカップルでイチャイチャしながらってのがテレビ的には面白いって、ありますね、見てたやつね、チープレイコープレイとかよくありますですね、ミノモンタね、ありましたね、懐かしい。でそして、こちらかっちゃんさん、ありがとうございます。申し訳ないけど、はい、兵庫県だから阪神ファンです、と、いやそれでもいいですよね、メッセージいただきましてありがとうございます。北海道トランチさんは札幌ドームも三塁側がホームです、と、あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、決まりってないんですね、ねえ、あんまり関係ないですかね。そして、志賀さんは、初めて、メッセージいただきましたね、ありがとうございます。はい、さあもう盛り上がっておりますけども、最後に今ね、ちょうど CM 中にいろいろお話ししてたのが、沖縄新球団欲しいねっていう話、ねえ、なんかでもちょっと前にニュースでね、ZOZO さんが、はい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 、ありましたね、新球場作るぞってね、はい、ありましたね、本当でも沖縄作ってほしいですね、ね、まあ難しいんだろうけど ね、まあな、だから13球団じゃちょっとまずいわけですよね、収まりが。でもだからあとやっぱりでも四国とかじゃないですか、作るんだったら四国ね、 BC リーグあるしね、あるし、やっぱ四国もまあ野球も高校野球もみんな強いですし、強いね。ちょっと後輩がですね、はい、大阪の堺で球団作りました。え、あら、はい、先週ぐらいに発表しました。どんな後輩、すごいですね、球団作る、独立リーグね。で、まあ、プロ野球になれなかった子たちをもう一度鍛え直して、できれば、まあ、プロに、また、はい、素晴らしいっていうふうなことを、
自分の財産全部投げ打ってやる、すごい個人資産で、いや、はい、僕らが夢語ってる場合じゃないな、本当に報道されてますよね、報道されてる方がいるんだよな、ね、でも山田さんもできるんじゃないですか、いやいやいや資産投げ打ってまあ、ね、できると思うよ、じゃあぜひ沖縄に球団を2球団ほど、僕なんか家庭で独立リーグだからね、僕もです、一緒です、一緒です、独立リーグで戦いましょう、ペットの次ですよでも僕は未だに独身リーグですからうまいうまい、あ、頑張れ頑張れ、そこ頑張らないといけないです、頑張れ頑張れ、もう、はい、いやいいよ、まあ、トーナメントじゃないですか、あなたも独身じゃないの、はい、独身でしょ、独身、はい、頑張れ頑張れ、いやもうたっぷりねお話いただきましたけども、うん、今回はだからもう2時間ぶち抜きでね、はい、このプロ野球のお話というのを各皆さんの観点でたくさんいろいろお話いただきましたけども、うん、じゃあちょっと まとめということになるんですけど、うん、まあまあ今シーズンの話、そしてまあ皆さんそれぞれキャンプ地のお話ということで、それぞれ皆さん思いをまたリスナーの皆様に、いただいてもよろしいですか、うん、はい、まあ、ベイスターズだけ、もちろん僕はベイスターズ応援するんですけど、はい、この企画をね、まあ、うん、今日は、3球団の、はい、応援する団体というか、うん、そういった人たちが集まったんだけど、はい、ぜひ9球団、いや、これやりましょうよ、ね、ね、面白いですね、はい、まあ、このフロア全部ぶち抜いててさ、ね、でやるとかできるんじゃないですか、いや、ね、やりたいで、はい、あと、うん、今9球団なんだけど12球団にしたい、まあ本当はそうですよね、うん、で、宮崎が、はい、結構県も上げてやってて、宮崎の名前をつけてリーグをやるんですよ、はいはいはい、でそれ、全部ただ、全部タダで見せますっていうことで、トーナメント、あ、総当たり戦でやるんですよ、うんうん、そういったのもやりたいですよね、ぜひ練習試合とかっていう名目じゃなくて、まあハイサイリーグとかなんかそんなみたいに、でそれが12球団集まると楽しいだろうな、いやー、あー面白いですね、夢ありますね、まあでも本当これだけ球団が集まってるところですよね、うんうん、それともう、まあ、あと皆さんも話するんだけど、はい、ヤクルトさんちょっと山田哲人ちょうだいちょっとそれ大きくないですか、いやいやいや、トリプル、トリプルで大きすぎるでしょそれは、はい、まあ、じゃあ柳田誰かもうそれぞれのもうトップ選手ばっかり取ろうとしてる、ね、いやーでもまあ今年僕は客観的に見て、まあ、やっぱり広島さん、うん、丸選手がいなくなったので、うんうんうん、どういった戦いをするのかっていうのは、うん、まあ、客観的に楽しみですね、うん、楽しみですね、どういった戦いするのかなっていうのは楽しみですよ、うんうん、ありがとうございます、うん、そして、はい、浦添は一応ヤクルトのキャンプ地なのでもちろんヤクルトスワローズを応援するんですが、はい、今高橋さんからもあったようにですね、もう沖縄県とあと野球界の、はい、進行のためにですね、ぜひみんなで一緒に何か面白いことできればなと考えてますので、うん、よろしくお願いします、はい、お願いいたします、ありがとうございます、そしてですね、沖縄市はですね、はい、野球を応援することはもちろんなんですけど、うん、僕の中で言うとスポーツっていう形で応援したいなと思っててですね、沖縄市はカープ、琉球ゴールデンキングス、はい、で J2 に上がった FC 琉球があるので、なんかスポーツ全般で野球好きもサッカー好きもバスケ好きも、もっと言うとハンドボール好きも卓球好きも、みんなでなんか盛り上がれるような場が作れて、でそこに観光客も入り、でみんなでワイワイしながら沖縄市にお金を落としていただければなっていうふうに思ってますね。みんなでぜひ、スポーツアイランド沖縄を応援したいなと。モータースポーツにも力を入れてます。そうですね。モータースポーツね。はい。なんで本当にスポーツっていう切り口で、沖縄をもっとアピールしながら、うん、もっと応援していきたいなと思ってます。確かに、でもだってこれだけそのプロのスポーツのチームがあるのって、うん、もう普通首都圏の、まあ、東京大阪とかぐらいじゃないですか、はいはい、そうですね、沖縄のこの小さな地域でこれだけの多くのチームがあるってすごいですもんね、すごいよね、で、そして2時間お付き合いいただきましたけど、はい、とんでもないです、もっと勉強しますね高橋さん、すいません、聞いてる皆さん、広島よろしくお願いします。今日だけは言う、今日すいません、今日だけは言う、ついにぶっちゃけてすいません、社長、山内社長変えてくれいやでもいいんですよ、ね、その方が楽しいです、そうですよね、全然全然、本当、まあ、これだけせっかくのこうね、9球団というかもうたくさんの球団が来てるところの地域ですからね、うん、みんなでこう盛り上げて、はい、楽しくね、なんか本当に
サザンブリーズが協力してくれたら、はい、できるんでみんなでやろうよ救急団やりましょうよ、ね、はい、いや僕は全然しますよやろうよ、やりましょうやりましょう。でな、ほらいつも可愛い女の子連れてくるじゃん、はい、その子はなぜ今日いないのかね、うん、今日ね来るかどうかなと思ったんですけど、今日可愛い子いますよ、ね、あれうちのミスですけどこれ後で写真撮るパターンです、認めてないんですよ、あの目もういいよお前みたいな顔して大塚健二さんも2時間あっという間でしたね、12球団できたら楽しそうと、ね、うん、来ました、うん、はい、本当だからもう皆さんね、集まっていただいて本当、まあ、もうそれこそファンの方とかでもね、そうですね、集まってもらって、いいですね、できたらいいですね、楽しみな、楽しみですね、その時までまたちょっとねそれぞれのチームがまた、うん、今シーズンが始まりますから、はい、はい、で、まあ、どっかのタイミングでぜひやりましょう、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということでございまして、サザンブリーズ以上となります、うん、いやもうたっぷりと1時間野球の話させていただいて、はい、僕ももう楽しかったですありがとうございます皆さん、本日お越しいただきまして、はいはい、リスナーの皆さんも最後までお聞きいただきましてありがとうございます、今日もですねこの後また通常放送に戻りますので、はい、そうだそうだ放送事項みたいな通常放送の、なりますので、この後も FM 技能は皆さんどうぞお楽しみくださいませ。リスナーの皆さんどうもありがとうございました。そしてゲストの皆さん今日もお越しいただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そしてまたさようなら。でも中立一番手最後にありがとうございます。ありがとうございます。あのカミングアウトは衝撃でしたね。最高でしたね。最高だ。ありがとうございます。楽しかった。いやー楽しかったですね。いやーよかったですね。僕も本当楽しかったです。パリーグの人がいたらもっと喋ったんですけど、ぜひなんか開幕してちょっとしたらまたやりましょうか。そうですね、やりましょう、お疲れ様です。